今治市が運営する市内の空き家情報を提供する空き家バンクが、全国版空き家バンクと連携し、複数のインターネットサイトで、同時に物件情報の配信管理が可能となりました。全国の自治体で初めての取り組みです。18日には、市役所で記者会見が開かれ、独自の空き家バンクを運営する今治市の徳永茂樹市長をはじめ、 全国版アキアバンクを運営する不動産情報サービスのアットホーム株式会社、クラウドサービスを提供するサイボーズ株式会社から、合わせて3人が出席しましまたこの度今治市版アキアバンクとアットホーム株式会社様の全国版アキアバンクであるアットホーム・アキアバンクとの間で、本市にも大変ゆかりのございます。 サイボーズ株式会社様のクラウドデータベース、キントーンを活用し、リアルタイムで物件情報の配信管理を行うことが可能となる API 連携を全国で初めて開始することとなりました。このことによりまして、全国の本市への移住にご興味をお持ちの方々に対し、いち早く 今治市のさまざまな住環境に関する情報提供体制が構築されることとなり。これまで以上により多くの方々に。本市への移住をご決断いただけるきっかけとなるものと期待をしてございます。全国の自治体で。初となる今回の取り組みは。今治市独自の空き家バンク事業と。国土交通省選定の。 全国版アキアバンク、アットホームアキアバンクとが連携するものです。今治市が移住者にヒアリングを行った結果、仕事と住まいの情報が届きにくいという声が多かったことから、これを改善しようと取り組みます。この連携で、今治独自のアキアバンクだけでなく、全国版のアキアバンクへも同時に物件情報が掲載されるようになり、 市内の物件情報が広く早く発信され、全国の移住希望者の目に触れる機会の増加につながります。今治市は、2022年度の移住者数が史上最多、前の年と比べておよそ44%、641人増加の2106人となりました。また、移住相談件数も過去最多の908件となっています。 今治市は宝島社発行の住みたい田舎ベストランキングで対象部門となる4部門すべてで1位を獲得していることから市の担当者は多くの移住者が今治を選んだ背景にはこの四冠達成が大きく影響していると話します。またこの連携ににより各機関が情報を同時に共有更新 公開も可能となり職員などの省力化も図られることから今治市は今後さらなる空き家物件の掘り起こしや伴走的支援、仕事情報の収集などにも力を入れ移住希望者受け入れ体制の充実を目指すということです。